皆さんこんばんは、今日も今日の一曲行ってみたいと思います。はい、昨日はですね、ちょっと仕事の方が遅くなってですね、お休みしてしまいました。すいません。はい、それでは今日の一曲なんですけども、まあ、春っぽい曲、続けていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。今日の一曲、キロロでベストフレンド。もう大丈夫、心配ないと泣きそうな私のそばで、いつも変わらない笑顔でささやいてくれた。まだまだまだやれるよ、いつでも輝いてる。時には急ぎすぎて見失うこともあるよ。仕方ない、ずっと見守っているからって、笑顔でいつものように抱きしめた。あなたの笑顔に何度助けられただろう。ありがとう、ありがとう、ベストフレンド。感じるときは瞬間で、ここにいるすべての仲間から最高のプレゼント。まだまだまだやれるよ、だっていつでもみんなそばにいる。きっと今ここでやり遂げられること、どんなことも力に変わる。ずっと見守っているからって、笑顔でいつものように抱きしめた。みんなの笑顔に何度助けられただろう。ありがとう、ありがとう、ベストフレンド。こともあるよ、仕方ない、ずっと見守っているからって、笑顔でいつものように抱きしめた。あなたの笑顔に何度助けられただろう。ありがとう、ありがとう、Best friend。 ずっとずっとずっと Best friend。 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ、キロロってね、本当に優しい歌が多いですよね。この曲は連続テレビ小説チュラさんのね、主題歌だったと思うんですけども、今回ね初めて歌ってみました。まあ聞きながらですね、いい曲だなとは思ってたんですけどね、本当にカラオケでも歌ったことなくて、初めて歌ってみました。いかがだったでしょうか。まあ春っぽくていいかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、おとといのね、コメント読んでいきたいなと思います。はい、おとといはですね、浜田省吾さんのペイン、歌いましたけども、しのさんいつもありがとうございます。おはようございます。すべて壊れてしまっても、すべてなくしてしまっても、それでも生きていかなくてはいけない、こと、そんな風に思うことありますよね。本当そうですね。生かされてるってよくね、感謝の気持ちで生かされてるっていう、言葉を使われる方多いんですけど、僕はどっちかというと生かされてるっていうのは本当に辛い時でも生きていかなきゃいけないっていう意味で生かされてるっていう、そんな風にねいつも思うんですけども、でも生きていれば、明けない夜はない。本当そうですね。日はまた昇るですよ。止まない雨はないと思って生きていこうと思いますね。本当そうですね。どうせ生きていかなきゃいけないんだったらっていうところですよね。はい、ありがとうございます。藤井悦子さん、いつもありがとうございます。ありがとう。ダニーさんのお言葉をしっかり、心で優しさや悲しみ、踏み出す力として、明日からも誰かの笑顔のもとでいたいです。ありがとうね。本当に必ず明日はやってくるんでね、本当に塞ぎ込んで明日を迎えるよりは、一歩踏み出す、そんな感じでね、明日を迎えた方が、自分にとっても、そして自分の周りにとってもすごくいいことなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。藤野辰頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは。3.11 ですね。あの時は関西でもゆっくりとした気持ちの悪い揺れ方でした。あ、そうですか。阪神の時は、焼け野原になりましたが、まあ、時間帯があれでしたもんね。跡が残っていました。東北の時は跡もなく、全てが流されてしまい、違った怖さを知りました。まあ、本当にね、津波の怖さって本当に体験した人じゃないとわからないと思いますね。地震、雷、火事、親父、やっぱり地震が一番怖いですね。次に雷が落ちて、火事になるっていうこともわかりますね。本当そうですね。子供の頃、夜中に、家の裏に雷が落ちた時は泣きそうなくらいびっくりしました。うちのね、田舎のうちの近所もね、木に、杉の木だったと思うんですけども、雷が落ちて木が真っ二つに割れてたことがありましたね。すごいなと思いましたけどね。今親父はどこへ行ってしまったでしょうか。親父の存在は、まあね、本当そうですね。地震、雷、火事、親父じゃなくて地震、雷、火事、なんだろう、親父よりもお母さんの方が怖いんじゃないですかね今。はい、ありがとうございます。ケモンさん、いつもありがとうございます。タニーさん、クリアアイズ注文したんですが使えますか。充血用とドライ目薬です。ありがとうございます。なんか3月に入ったらですね、花粉症がパタッと止まって、これ花粉症治ったのかなっていうぐらいですね、パタッと止まったんですけども、ほんとパタッと止まって、もう本当にお気持ちだけで大丈夫です。ケモンさん、ぜひ使ってください。はい、本当にねびっくりするぐらい、まあヒノキの時がね、桜が散る頃、どんな感じなのかなっていう感じがしますけども、そして何よりも、ケモンさん、スーパーサンクス、ありがとうございます。ありがとうございます、いつも。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、今日はですね、幻の水曜日ということで、皆さんの水曜日もね、幻のように取りすぎてたと思うんですけども、
はい、明日からまたね、週末に向けて、楽しんでいきましょう。今週末はですね、ちょっと金曜日お休みをいただいて、ちょっとね、うちの捨てなきゃいけない行政ってね、なんでなんでしょうね。もうほんとシフト制にして土日も休まないでやってほしいなと思うんですよね。税金払ってんだからっていう感じしますけどね。その行政関係の、まあ粗大ゴミを捨てに行くんですけども、行政関係ってね、どうしても土日休みなので、市役所なんかもそうですけども、ほんと不便ですよね。土日休みの仕事をしてるとね、もう本当にもう全国民のためにやってるもんですからね、できればシフト制にして土日もやってほしいなと、思う今日この頃です。はい、それでは明日は木曜日ということで、週末に向けて楽しんでいきましょう。それではまた明日。